クリスティーンは1983年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画110分カラースティーブン・キングの同名小説のジョン・カー・ペンター監督による映画化作品。クリスティーンは作品の中心となる車赤の1958年型プリムス・フューリーに付けられた名前である。 1958年型プリムス・フューリー本作は原作の出版以前から映画化企画がなされ、カーペンターは5週間で撮影を終了した。長編である原作を2時間以内の映画にするには、持ち主の怨念が取り付いた車と、それに取り巻く星の愛憎劇という原作の筋書きは描ききれないため、もともと邪悪な意志を持つ車という設定に変更された。 制作費の多くがストーリーの中心となるプリムス・フューリーの再現と特殊効果に回され、全米から23台のプリムス・フューリーが集められた。原作の各章の冒頭にロックの歌詞が書かれているのを受け、カーペンターは各場面に自身の選曲したオールディーズがカーラジオから流れるという形で挿入した。ベストセラーとなった原作の出版から間を空けず公開され、アメリカでは 工業的には検討した。日本では同じくキング原作の苦情の1ヶ月後に封切られたが2週間で上映を打ち切られた。1957年デトロイト1台の赤のプリムスフューリーが完成しつつあった。生産ライン上にあるその車に乗って一服していた。行員が車中で謎の死を遂げる。時は流れて1978年。 カリフォルニア州ロックブリッジ。いじめられっ子の器用穴高校生アーニーは、友人デニスと学校の帰り道、偶然、ボロボロになって打ち捨てられていた1958年まプリムス・フューリーに見入り、貯金を叩いて、持ち主のヨステヒトレベーから買い取る。アーニーは車をクリスティーンと名付け可愛がるも、支配的な両親は許さず、 アーニーは車をダーネルが経営する自動車修理工場に持ち込み、そこで働きながら、クリスティーンを整備し新車同様までに修理する。だが、実は、邪悪な意志を持つ車だったクリスティーンは、アーニーを積極的だがそうやな性格に変えてゆく。アーニーの代わりようを見たデニスは、ルベーを訪ね、クリスティーンの呪われた過去を知る。クリスティーンが、アーニーのガールフレンド、D を殺しかけた夜、 クリスティーンは工場に忍び込んだ不良たちに破壊される。しかしアーニーが、よし、見せろというとクリスティーンは自ら元通りによみがえる。そして、アーニーのいない間に不良たちを次々と殺害し、ダーネルもまた殺される。デニスは支配されてしまったアーニーを救うため、リーと共にブルドーザーでクリスティーンに戦いを挑むが、その最中にアーニーは死んでしまう。 壮絶な戦いは終わり、完全に破壊され、スクラップの塊になったクリスティーンは、なおまだうごめくのだった。ありがとうございます。